はい、皆さんこんにちは、サニーです。今回使っている商品の詳細欄、カラーなどは下の概要欄に載せておきますので、もし知りたい人はそちらの方をご覧ください。で、まずですね、下地つけていつも使っているファンデーションで結構です。で、風邪ひいてるのでちょっと咳したり鼻いじったりしてるんですけど、気にしないでください。で、今回は、セフォラで買ったアナスタシアのパレットを使っていきたいと思います。で、これを使うときに、ココナッツオイルを使ってます。なぜかっていうのは、ちょっとね、このクリームちょっと固めなんですね。なんで、もうちょっと、滑らせれるようにぼかすのを簡単するために、ココナッツオイルをちょっと使って、筆にちょっとつけて、商品を取っていきます。で、コントアリング、まずシェーディングの方から私は始めてます。人によっては全部塗ってからピエロメイクみたいな感じにしてからやる人もいるけど、私はまず影からつけていきたいと思います。で、シェーディングはこんな感じで私はつけてるんですけど、あくまでも自分が、影つけたいところにつけてます。まあ言ったら削りたいところで、スポンジは今回ビューティーブレンダー作ってるんですけど、別に100均のでも構いません。自分の使いやすいものを使ってくれてもいいです。この場合ブラシでもいいんですけどね。そういいんですけど、私は今回スポンジ使ったのは、まあスポンジの方が薄付きになるんですよ。なんで初心者の方は練習は多分スポンジの方がいいかもしれないです。で、ちなみにこのビューティーブレンダーはね、ちゃんと水につけてあって絞ったやつです。で、こういう感じで、ぼかしていきます。で、こういう細かいところは筆使ってます。で、口になんでつけてんのって思う人がいるかもしれないけど、もうちょっとね、口が大きくっていうか、なんかもうちょっと肉しい感じに見せたくて影を作ってます。で、ここにもつけてるのがちょっとね、他の人と違うかもしれないけど、ここはまあなんだろう、彫り深くしたいからです。鼻の延長線でつながったらそこまで不自然じゃないかなと思ってやってます。で、まあ筆でやっててなんか濃いなみたいな、なんかまだ濃いなーって思ったら、スポンジを使えばね、余分なものが取れるので、はい、見てみればわかると思うんですけど、まあ薄くなりますね。で、次はハイライト部分になります。ここは、自分の顔で出っ張ってるとこ、出っ張ってるように見せたいところ、高く見せたいところです。で、クマ隠しのためにチーク用のやつを、塗ってます。で、口の部分はちょっとなんかヒゲとかそういうのでなんか青っぽいのがなんかちょっと目立つんですよね。まあ周りが赤いっていうのもあるんで余計にそこが目立つのでそこにもつけてます。で、顎はまあ顎がちょっとこう出っ張ってる方がいいかなと思っていつもつけてます。で、このオレンジの上にまたバナナ色の方の、クリームをつけるんですけども、こんな感じで。で、ここはやっぱ細かいところなのでブラシでくる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 しながらぼかしていきます。なんで大きい面はスポンジでって思えばいいと思います。で、細かいところはブラシでっていう感じですかね。で、次は、自分の肌に近い色をここにつけます。前は同じバナナ色とか白とかつけてたんですけど、なんかそうすると、エラが張ってるように見えるので、まあ、そうですね。エラを張ってるように見せたい人は、まあ、もうちょっと明るい色でやればいいし、やっぱ顔を小顔にさせたいのでそこはもうちょっと自然な色の方がいいって思う人は自分の肌に近い色を、そこの部分に使ってください。他のとこは出っ張りたいので、ちょっと明るめの色に
載せておきます。で、普段は普通のチーク、パウダーのチークを使ってるんですけど、今回はまあこのパレットを使いたかったし、まあ全部ね、どういう感じで使えるかっていうのもしたかったので、今回はこのチークを使ってます。はい、こんな感じでぼかしていきたいと思います。で、今回はベビーパウダーではなくて高原度のパウダー使ってます。この色は、バナナパウダーに似た色で、自分の肌に似た色なので、ちょっと黄色みかかってる感じ。こっちの方が、仕上がりがもっと自然になるので、今回はこちらの色にしてます。でも、色分けで使ってて、鼻の部分だけはパルガントンのちょっと白っぽい、白ピンクっぽいパウダー使ってます。で、まあこれほっといて、前も言ったけど 2,3 分とかなんか適当な時間にほっといて、あとは全部取っていく感じです。で、取っていくときに軽くね、他の場所もちょっとパウダー当たるようにしてます。で、今回はこのシティカラーのパウダー状のシェーディングを使っていきたいと思います。で、ちょっとだけ取って、これはなんでやるかっていうのは、まあ蓋するっていう意味もあるんですけど、やっぱスポンジでやったので、ちょっと薄付きになってるなって思って、もうちょっと付け足したいなと思って、これやってます。でも濃くしたくない人は別にやらなくても大丈夫です。はい、今回はもうちょっとみんなができる感じの色でやりたかったので、ちょっと薄付きっぽくしてます。で、ハイライト、ハイライトみんなつけてますか？ハイライトつけると余計に凹凸がわかるんですよ。鼻とかも特にそうなんですけど、鼻全体につけるんじゃなくて、本当に高い部分、見せたい高い部分だけにつけてます。なので全体的につけてるわけではないです。あと口もね、これをつけるとちょっとアヒル口っぽく、凹凸もついて可愛いです。以上です。